日本ハトレース界の一大イベント、一般社団法人日本ハトレース協会の2023年度総合表彰式懇親会が令和6年2月4日に開催されました。この催しは当協会が制定したハトレースの賞のタイトルホルダーの受賞、そして会員の親睦を深めるため毎年開催されています。パート3の動画では日本ハトレース界の最高賞の表彰シーンをお送りします。表彰式の最後に登場するのはハトレースマンの最高峰日本優秀厩舎賞、その頂点である日本最優秀厩舎賞の受賞者。昨シーズンそれぞれのハトレース理論で全国に名を馳せた愛厩家たちです。では日本ハトレース界のトップ厩舎の勇姿をご覧ください。日本優秀厩舎賞全国10位杉山博樹厩舎、西軍連盟、ニュー埼玉東部連合会。杉山さん、おめでとうございました。日本優秀厩舎賞全国9位鈴木、大内ロフト、茨城連盟、茨城北連合会。鈴木、大内ロフトさん、おめでとうございました。日本優秀厩舎賞全国7位鈴木隆厩舎、埼玉連盟、埼玉北葛連合会。鈴木さん、おめでとうございました。日本優秀厩舎賞全国6位米田幸義厩舎、ニュー近畿連盟、難波連合会。米田さん、おめでとうございました。日本優秀厩舎賞全国5位鈴木秀一厩舎、埼玉連盟、埼玉中央連合会。
鈴木さん、おめでとうございました。日本優秀厩舎賞全国4位、大沢ファミリーロフト、平成千葉連盟、城北連合会。大沢ファミリーロフトさん、おめでとうございました。日本優秀厩舎賞全国3位、奥住豊厩舎、埼玉連盟、埼玉中央連合会。奥住さん、おめでとうございました。日本優秀厩舎賞全国2位、飛田輝明厩舎、茨城連盟、茨城北連合会。飛田さん、おめでとうございました。日本最優秀厩舎賞、岡沢豊路厩舎、千葉東連盟、北総連合会。協会の皆さん、役員の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございます。こんな素晴らしい賞が取れるなんて思っておりませんでした。これも最優秀厩舎が取れた要因は、少しの自分の分もあったと思いますけれども、それ以上に良き指導者に出会ったということが、この最高最優秀厩舎賞が取れた要因じゃないかと思います。これからもハトレース夢とロマンを追っかけて、またハトレース厳しい、または楽しいハトレースをやっていきたいと思っております。簡単な挨拶でございますが、大切に感謝していただきたいと思います。実際皆さん、どうもありがとうございました。日本ハトレース界のトップ10入賞。
おめでとうございました。2023年度の日本一となったのは岡沢豊次厩舎。それではナンバーワンレースマンにお話を伺ってみましょう。こういった賞がね、取れるとは思っておりませんでした。これからもハトレース、精進して頑張っていきたいと思います。やっぱり400キロリジナルレースがちょうど1位、2位、6位とスタートがね、そういうと切れたもんで、それ以後の、レースは全部シングルに1話ずつ入りましたので、で2番手もね、そんな離れないで厩舎の方に戻ってきてもらいましたので、まあそういったことでやっぱり、相対で点数が取れたのかなと思います。やっぱり良き指導者に出会ったということがまずの勝因でなかったのかなと思いますね。やっぱり茨城連盟の富田厩舎、富田輝夫さんからのご指導でこういう賞が取れたと思います。やっぱり吸収したっていうより、まあ、指導ですよね。指導してくれて、その内容をしっかり把握しながらレースをしたということですかね。やっぱり規則正しくハトレースをちゃんとやるということですね。やっぱり一度こういう賞が取れましたので、また人間の欲がありますのでね、まあ、こういうトップ10にまた頑張って入りたいなと思っております。日本一のレースマンとなった岡沢さん、誠におめでとうございました。これで全ての受賞者の表彰が終了。最後は懇親会の模様をお送りします。パート4の動画をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。